クーバース、クーバース、クバスとは、ハンガリー原産の森地区犬種である。犬種名の語源は不詳である。一説では、コテュルク語のクーブス、誇り高いから来ているという説もあるが、この語は、キプチャク語のクベスという犬種名とも関わりがあると考えられている。これらの語はペルシア語のクワーサ、質、材からの借用語なのかもしれない。しかし、 この語は単に犬の鳴き声の犠牲語から作られたという説もある。また、モンゴル語の白い犬はクーバースによく似た犬種を指すため、これが語源だという説もある。数千年前から中央アジアから西アジアにかけての遊牧民の間で家畜を守るための飼われてきた大型犬の子孫でチベタンマスティフなどに起源を発する。東方から騎馬民族である ハンガリー人が895年頃、中央ヨーロッパのカルパチア盆地に侵入し、そこに新たな祖国を建国した時に、クーバースはマジャル人と共にやってきたとされている。クーバースは牧羊犬として羊を狼や家畜泥棒から守るのに使われていた。ホワイトのコートは夜間でもはっきりと見えるため、もし羊泥棒などが侵入してきたとしても主人に、 犯人と間違われて、誤射殺されないようにするために好まれて固定された。17世紀頃になると、羊飼いだけでなく一般の人も、クーバースをガードドッグとして使うようになり、本種は国内外に知られるようになり、少数が原産違いへ輸出された。グレート、ピレニーズなどの他の親戚種と比べると、マズルが先細りで、コートは厚く短い巻毛である。このコートは、 狼の牙から身を守るために発達した鎧のようなものである。顔と耳、足の全部を除く全身がこのコートで覆われている。毛色はホワイトもしくはクリームである。飾り毛のない垂れ耳、ふさふさした垂れをでがっしりした体格をしている。体高は、オス71から7 5ンチメートル、メス66から7 0トル。体重は、雌雄ともに30から5 2ラムの、 大型犬である。性格は知的で、自己犠牲の精神を持ち、忠実である。有効的でしつけの飲み込みも早いが、家族に危機が迫るという感に立ち向かう。なお、関節疾患にかかりやすいため、大型犬種ではあるがあまり多くの運動量を必要としない。ありがとうございます。